秋元です。今日は、えー、前回一本ビデオ動画を作ったんですけれども、この一つのビデオにこうガッツリなりきらないようなトピックっていうのをいくつか話すっていうのは、あれがこう、ちょっと自分にとっては話し心地が良くてですね、まあ見てる方がどれだけ興味あるかっていうのはちょっと未知なんですけれども、えー、そういうの二つ目です。それで今日はもうトピック二つあるんですけど、まず一つ目はトーイックスピーキングの写真描写の問題についてです。で、これちょっとあの、だいぶ前からふわっと頭の中にあって、あの、もう少しこう固まったらちゃんとしたビデオを作ろうと思ってるんですけれども、それの軽いバージョンという感じですね。で2つ 2つ目がマジックをマジシャンとしてやっていると。 まあね、そろそろもうご存知ない方が、えー、最近もうトイックのビデオとかね、プロゴスの動画が多めなんで、あの、知らない方いるかもしれないですけれども、マジシャンとしてマジックをやってます。で、そうすると、この、英語でマジック、あの、ちょっと今日はあの、海外の人もいるんで、英語でマジックやってくださいとか言われることもあるんですけれども、それについてですね、では早速一つ目、トイックの写真描写の問題についてなんですけれども、まあ、りかし標準的なこの1枚の写真に2名とかね、3名とか、まあ4人の時も、まあ、とにかく人が何人か立って、なんかしてるという状況の写真を想像してほしいんですけれども、まあ、普通、 大抵の場合はどの人からこう言っていくっていうのは、まその時パッと目についたその右から順に行っていくとか左から順に行っていくっていうそれぐらいで全然問題ないと思うんですけれども、たまにそのパターンとしてこっちの人から先に話し始めてしまうとちょっと罠にはまるというか難しくなるんだけれども、こっちの人から話し始めると幾分楽になるっていうその話す順番どっちの人を先に言うかによってその楽さ加減が変わるパターンがあるよねというような気がしていてですね、あのそれについて。 ですどんなことかっていうと、あの、二人、じゃあ、まあ、単純に二人にしますけどもね、二人の人が独立して、こっちの人が新聞読んでて、こっちの人が本読んでるとか、こっちの人が、えー、なんかスマートフォンいじってて、こっちの人はなんか、うん、別の方向向いて写真撮ってるとか、それ全然独立したことをやってるんだったら、あのね、どっちを先に言っても別に、そんなに難易度って別に変わらないですよね。ただ、この二人が、あの、どちらかがどちらかに何かアクションを起こしてるような時、 じゃあ例によってこの辺に僕のちょっとね、最大限のイラストの能力を発揮したものをちょっと出しとこうと思うんですけれども、こっちの人がこっちの人にサービスを与えてるみたいなパターン、えっと、靴磨きにしましょうか。ですからこっちがお客さんです。で、こっちの人が、えっと、お客さんの靴を磨いていると。で、この時に、 こちら側の人から言ってしまうと、ちょっとね、え、なんて言うんだろうって迷うパターンが、迷う人がいるかなと思うんですよ。え、on the right side of the picture, there is a man, he's standing, his He 靴を磨いてもらってますってとこですね。ちょっとね、あの、迷いますよね。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれどもね。で、これは、まあね、靴磨いてもらって,もらってもるんだから受動体かなと思って、he's ってやってしまうと、ね、よく考えると、 えー、クリーンにしてもらっている人、また、ポリッシュですかしてもらっている人っていうのは、人ではなくて、その対象は、ヒズシューズですからね。あの、そこでこう、ちょっとね、罠があるというか。で、これを、あのー、まあまあまあ、それで言うんであれば、えっ、ー、と、he's having his shoes cleaned. って言っとけばいいんですけれども、それはでも、こっち側、そのサービスを与えてる、与え元の方、人の方から言えば、on the left side of the picture, there's a man. He's shoes him cleaning sitting a man sitting in front of of とかね。言っとけばいいんで、言い慣れてる SVO を普通に並べたら言えるんじゃないかなっていう。ですから、その、えー、サービスを与えてるこういう矢印があるとしますよね。こっち向きか、こっち向きか,向きか。そしたらその矢印先から言ってしまうんじゃなくて、だから頭の中でもう本当にもう矢印引っ張っちゃえばいいと思います。 二人人がいて、どっちかがどっちかにこうサービスを与えてるよ。矢印引っ張って矢印元から言うようにした方が幾分言いやすくなるっていう。もう一つちょっと考えてみましょうか。えー、と手相を見ると。えー、ですからこっち側にじじゃ女性がいて手を出して、こっち側に手相を読む人がいて手相を読んでるって。手相を読むというのはパームリーディングですね。それをこっちから言ってしまうと、the right side of the picture there s a woman. She s で、手相を読んでもらってるってんていう、んていうかなっていう話になるんですよ。まあ、さっきのね、靴磨きの例がもう頭に残っているので、今であれば、she's having her hand read と言えるんですけれども、えー、リー e レ d t レ r e ですね。でも、それをだから、えっ、ー、と、こっちの人がね、手相を読んでるということは矢印を引っ張ったらこっち向きになるんで、矢印元から言えば、うんと、n the left side of the picture, there's a man.He's reading a、uh, palm. of a woman standing or sitting in front of him. で、あの、割と簡単に言えるよという。まあ、そんな感じですかね。まあ、あとはなんかね、床屋さんとか美容室で髪を切ってるとかいうのも、こう、サービスを与える人と与えられる人、してもらってる人っていうペアができちゃいますから。そんな時はま矢印をこう頭の中で、ね、ピーって引っ張って、矢印元の方側から言うようにすると、ちょっと楽になるんじゃないかなと、まあ、思ってるという、そんな話ですね。 で、最後なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、マジックをしてるんですけれども、ま、あこうね、外国からお客さんが来たりとか、そうすると、あの、ちょっと海外からなんてで、それを外国のお客さんを接待で連れてきた人が日本人でいたりとかね、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、ちょっとあの、英語でマジックやってくれませんかとか、外国の人だけが来ても日本語わかんないんで、うん、英語でやってくれとかね。言われ方にもよるんですけれどもね、なんかちょっとこう、日本にいるのにこう、英語でやってくれるんでしょうとか、なんかそこがあんまり当然っぽく言われると、なんかアンフェアな感じしますよね。だってあの、日本人、 が海外に行った時には、やっぱりその多少英語で頑張ろうとか、その国のね、言葉をいくらですかとかね、これくださいとかね、チェックインお願いしますぐらいをなんか言う、やっぱ言わなきゃなとか、思ってに行く人が結構多いと思うんですよ。日本人が海外行く時。なのに、そのね、海外から人が来た時は、じゃあその時はそっちの人が日本語喋ってくれないとフェアじゃないよね。まあ思うんですね。ただそれを言うと、去年僕韓国行った時に、まあそういうことを言いながら、え、ー ほぼ、ほぼ韓国語のフレーズを口にすることなく、チックや何か英語で通してしまっても、まあ、ごめんなさいというところとなんかダブルスタンダードな気もするんですけれども、ただ、あのー、 やっぱりそれで、その、なんか自分がこう、不都合をね、こう思ったりとかね、それは、まあやっぱり自分のせいだよね、だと思うんですよ。だからそこで英語だから通じるでしょうというわけではなくて、そこでその、現地で現地のね、言葉をあんまりこうね、学ぼうとしないでいって、そこによる何かこう、食べたいものが食べられなかったとか、欲しいものが買えなかったとか、それはやっぱもう自分のせいだなという、そこは受け入れるしかないよねというつもりは、 あるんですよ。まあでも言われ方ですよね。あの、もし可能だったら英語でやっていただけますかってこう質問とかね。それだったら全然別にあの、何とか思うことはないんですけれども。ただ、その、まあもちろんそのね、マジックをやってない人から見たら、その、 言葉を入れ替えるだけでしょって思うのもまあ当然だと思うんですけども実際そうでもないんですよね。どういうことかっていうと、あの、日本語であのマジックの演技をするときでやっても、あの、やっぱりそう日本語のセリフでこのセリフを言ってる間に手をどこからどこまで動かしてとかね、このセリフのこの単語を言ったときにあの秘密の動作をやってとか、割とそういうその、 合わせて作る場合って多々あるので、そうするとその、ね、言葉だけあの英語でやる練習もしてないのに、そこでその場で英語に入れ替えてやるっていうのはダンスを同じ振り付けなんだけれども全くその聞き覚えのない。 知らない曲でやるとか。そしたらそれはリズムも違えば、このね、フローも違えば、何、うん、んだったら長さも違うわけで。うん、じゃあで、同じクオリティでできるかっていうと、それはできないですよね。だからあの、まあ、マジックをね、やってる人はね、いきなりこう、目の前に、ああ、外国の人が来たと思っても、英語でやんなきゃとか思わないで、こう、普段の日本語でやるのが、あの、良い選択だと、あの、思ってます。 あの、ま、あ一枚選んでくださいとかね。あの、選んだトランプ何でしたとかね。こっちの手に何枚コインがあるでしょうかとかね。それぐらいのその、ま、あいろいろ使い回し、聞きそうな、などこでも使いそうなフレーズっていうのは覚えておいて、そこだけは英語でやるというのは、あの、ま、あそれぐらいは備えておくのもいいと思うんですけれどもね。全部を英語で通そうとすると、マジックの演技のクオリティ自体が下がってしまいますから。で、本当に海外の人の中にはそれ全員ではないですけどもね、英語を話せて当然でしょうぐらいに思ってる人っていうのはいるわけですよ。で、そうするとその人にとっては英語っていうのは話せて当然な なので,でそうすると、そのね、言うこと、言葉に一生懸命になっちゃって、ちょっとあの、演技の質が下がったとしても、こっちに一生懸命になってんだなという想像は働かないので、単にマジックが下手な人に移ってしまうので、そういう意味でも、あの、日本語でやるというのがすごいおすすめなんですよね。ただ、これは練習しておかないと、あの、日本語でやるのは慣れてるから平気かっていうと、目の前のその、日本語が明らかに、その、そんなにわからない人、相手に、いつもの調子で日本語で話して演技をやりきるっていうのはね、これは、あの、これで、そういう、 気持ちの準備というかね、あの、そういうつもりになってないとなかなかね、これはこれで難しいんでね。あの、まあ、そんな感じですよね。で、さっきマジックをその、やるということは日本語においても英語においても、その手が自動化されて,て勝手に動くぐらいになるまで手は練習する。で、セリフも次に何言うんだっけって考えなくても、もうほぼ自動化してわーって出るように練習するって言いましたけれども、だからね、案外これ、あの、実際自分にも聞いたのは、その、一時期その英語でマジックをれする練習っていうのをしたんですけどもね、これね、あの、英語には 割とおすすめなんですよな、うんとでかっていうと、会話だともう質問を投げて、その質問のね、フレーズはどれだけ練習してても、帰ってきた答えによって、その無限の広がりがある,あるじゃないですか。でもマジックを英語でやるっていうのは、ほぼ9割方自分が喋って、自分のコントロール下にあるので、相手から帰ってくるリアクションってそんなに幅がないんですよね。だから割と備えられると。で、 ま、自分の英語は100%通じなくても、そのね、マジックがその進行していれば、何が起こってるかっていうのは大体通じますから、だからその、海外の人に見せるその小ネタとしてね、何か英語でマジックを練習しておくっていうのは、で、自分のその英語がどれぐらい通じたかとか、そういう、あ,あ、結構通じてるなとかね、あそこは通じなかったなっていう、そういう練習にもなりますし、マジック丸々2分分、3分分とか、全部、どっちにしても覚える必要がありますから、 英語をね、英文を。うん、それ自身も、その、いろんなフレーズを覚える練習にもなりますし、マジックをやるっていうことはもちろん手にある程度意識がいくので、その手の、手を意識しながらも口が自動化されるぐらい、その英語のセリフが、あの、よどみなく出るぐらいまで練習をやり込まないとダメなので、あの、ね、という意味で、手加減なしで、その、 英文がぶわーっと出てくるまで練習せざるを得ないので、あの、案外ね、あの、おすすめなんですよ。まあ、って言ってもね、ジャーズやってみますっていう人はなかなか少ないと思うんですけど、マジックできるようになるまで練習するのもね、大変ですからね、その間に単語20個覚えた方がいいと思う人の方が多分多いんじゃないかなとは思うんですが、えー、まあ今日はそんなところですね、あの、最後まで見ていただいた方いらっしゃる、どれくらいいらっしゃるんでしょうね。えー、どうもありがとうございました。また。